原泉、しっかり有言実行いたします。あの渋谷アベマズさんのオフィシャルサポーターに登録いたしましょう。ちょっと一個言っていい？あのさ、めちゃめちゃ会員カードを湯の原泉の会員カードだと思ってさ、湯の原泉で登録してあるよね。湯の原泉で配送されるよね。ちょっと後でちょっと、あとちょっと大人に聞こうと思うんやけどさ、オッケーなんかな。これはポンポンマンか。配達員さん違うんです。これあなた湯の原泉っていうのね。これちゃんと怒られる事案かもしれんから、ちょっとで大人に聞くんだから。ルカ子にこっしょり聞こう。あり。結構 180% ありよりのありよりのあり。配達先事務所にしてもらって、え、バチクソに家だけど。うん、おつおつ泣くな。先生今さっき配信でめちゃめちゃバチクソにチラッと言ってたんですけど、めちゃめちゃ渋谷アベマさんのオフィシャルサポーターめちゃめちゃ湯の原泉ですごい登録しちゃった。めっぱちくそに配送が湯の原泉で届きます。まずいです。まずいですか、これ一旦大人に相談します。後でナナシーズ、後でおそらくナナシーズが泡を吹きますと。よろしくお願いします。うん、